金プリ流瀬角の露天風呂好き客室に宿泊の発言に女の影、平野潮との衝突報道も近畿、堂本つよしからの救いの手2023年8月金プリ、事件簿、事件簿。記録的な猛暑が各地を襲った今年の夏、本サイトでよく読まれていた記事をプレイバック。 8月配信の人気記事の中から、今回は二人体制でスタートを切ったばかりのキー・エヌ・ジー・アンドプスの事件を振り返り、第二近畿堂本剛キンプリ・ナガセカドと平野仕様との衝突和解、報道を吹き飛ばす優しいメッセージ。その人の人生を信じてあげれたらいいな。近畿キ・ー・ディーエスモト・ツ剛、44。 が7月31日放送のラジオ番組、キンキキー DS どんなもんや、文化放送に出演。キンキキー DS のブンブルーン、富士テレビ系で共演したキー N、G& プスの長瀬二24について語った。この日の放送ではリスナーからの次のメッセージを紹介。キンプリの長瀬くんがゲストのブンブブン何度もおかわりしてみています。 長瀬くんと二人組の苦労とかあるあるを楽しそうに話したり、温かい言葉をかける二人がとても優しく心に染みました。放送を見ていてどこか長瀬くんと剛しくんが似ている雰囲気を感じました。長瀬くんとのエピソードあれば教えてください。キンキプリのコラボ楽しみにしています。7月15日のブンブルーンには長瀬がゲスト出演。高橋海人24。 と、二人体制になったことについて、二人組になったね。と、声をかけられた長瀬は、懸念点としては、こういう話をすると、どうしても空気が重くなるんで。途中から、もしかしたらハイボール飲み出すかもしれない。と、苦笑しつつコメント。号は、みんなが決めた未来でしょだからそこに向かって、僕らも寄り添いますよ。別に重い話じゃないからね。 と、エールを送り、堂本孝一、44は、これから楽屋が広くなるよ。弁当も自分の選びたいのを選べる。いいこといっぱいあるから、と笑いを交えてトークを展開していた。リスナーからのメッセージを受け、ゴーは本人にしか、本人だからこそ芽生える感情って誰の人生でもあると思うんですよね。 その人に会ってほしいと囲う生きてほしいなって気持ち、これも大切だからこそ芽生えるのも人間だと思うんですよね、とコメント。さらに、でも一番はその人の人生だから、その人がどういう風に生きていくかっていうことを、誰もが決めるべき、誰かに決めてもらうわけではなくて決めるべきだと思うんですよね。 年でいろんな人の人生が自分の人生の中に寄り添ってくれているっていうことがある。これが誰にでも言えることなので自分の人生は自分の心が決めていくもの。これが誰の人生にもあるのですごく難しいですよね。決断をするっていうのはと話した。さらに王はこれは誰の人生でも決断って難しいんですよ。家族でも 家族は反対するけど自分はこうしたい。例えば自分は留学したいとか、昔からいろんな話ありますけど、自分はこうしたい。でも親に反対されている、とかね。でも実際その親の反対を押し切って、この仕事について大成功しました。そういう人もたくさんいるし、アドバイス聞いておけばよかったなってこともあるだろうし、と持論を展開。 その上で、こればっかりはわからない、未来のことはね。わかるのは、たった今の自分の気持ちがどんな気持ちなのかっていうのは、自分自身が一番わかっていたりする。それって、イコール自分を信じるっていうすごい強いピュアな気持ちだと思うんで、とし、僕はそういう瞬間に立っている人を見ると信じてあげたいかな、一緒に。で、応援してあげたいなとは思う。 自分が直接的に何かできなかったとしても、その人がそれを選択したんだったらそれを信じてあげたいなって思う。と、永瀬を激励。さらに、そんなに関係性がそんなに深くなくてもそう思うかな。いろんなスポーツ選手とかが挑戦してたりとか、今もこの瞬間もいろいろなチャレンジ、挑戦と向き合わないといけない人っていうのが世の中にたくさんいて。 その人のことをすべて知らなかったら自分は何も言えないなってなっちゃって、だからその人が自分を信じて生きているその瞬間っていうものを一緒に信じてあげるっていうことはできるなって思って、そんな風に見てたりしますよね、と語った。結論。ゴーの言葉に共感の声が広がり、彼の優しさとファンへの思いに感動する人々が多くいました。 流瀬角の新たなチャレンジに寄り添い、彼の幸せな未来を願うファンたちと共に、キンプリの素晴らしい新たなショーが始まることを願っています。読者への挨拶。親愛なる読者の皆様、この記事をお読みいただき、誠にありがとうございます。キンプリのエピソードとメンバーたちの心温まるメッセージに触れ、私たちも心温まるひとときを過ごすことができました。 今後もキンプリの素晴らしい活動と成功を心から応援し、その輝かしい未来に期待しています。どうぞお身体に気をつけてお過ごしいただき、また次回の記事でお会いしましょう。